はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのアヒーローズレストのデモ版をプレイしていきたいと思います。こちらは2022年の10月12日にアーリーアクセス予定の日本語非対応のゲームとなっています。なので今回も Google レンズを使ってプレイしていきたいと思います。ゲームの内容は中世のファンタジーをベースにした街づくり系シミュレーションとなっていて、プレイヤーは街に多くのヒーローたちを集めて防衛できるようにヒーローのためのお店を建てて、ヒーローたちの冒険に必要な品々を揃えたり、数百ものカスタマイズオプションでアイテムをクラフトし、資源を賢く管理してヒーローたちを成功に導くゲームとなっています。まあ、なかなか楽しそうなゲームですので、こちらの方今回プレイしていきましょう。ちなみにですね、デモ版の方は20日間ですね、ゲーム時間で20日間だけプレイできて、秋の5日目に終わるということなので、まあ、そこまではしっかりプレイしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。さあ、タウンネームをつけてくださいということで、まあ、最小が4文字ですね。なので、いつも通り自分の名前をつけていきましょう。マップの方も3種類か何種類かあるみたいな感じでしたが、今回はこっちか。あ、ニュービーイングの方しか選べませんね。では、これで OK なので、このまま進めましょう。さあ、始まりましたね。まずはなんだこれ、空き地、自分の場所かな。こちらも空き地ですかね。あ、こっちは池に囲まれた場所じゃないところ、こんだけ空き地がありますよ的な感じの紹介でしょうかね。さあ、ここが町、それともまだ何もこの町は内容的な感じなのかな。さあ、こちらの方も空いてますよ。何箇所か空いてますね。そしてご覧に石があって真ん中に池があると。はい、こちらですね。ようこそ的な感じかな。こっちがスタートチュートリアル、そしてスキップチュートリアルなので、まあ、今回は初めてなので、スタートチュートリアルでやっていきましょう。さあ、ここのおじさんが出てきましたが、カメラワークかな、 WASD で動かせるよと。そして右クリックを押したままでカメラが回転しますよということですね。そしてマウスのホイールでズームインズームアウトができると。さあ、他は何位かな。これで OK なのかな。適当に行きましょう。そして上にあるので、こちらでいろいろな情報が見れますよと。お金とか食べ物、これ食べ物かな。そしてハーブ系ですね。そして糸系ですね。そして革系、金属か。そして時間とかが書いてあると。さあ、こちら、しまった、先に見てしまいましたが、こちらのフルーツのアイコンとかを押すと、これ食べ物が何があるかとか分かりますよと。言っていますね。これが日付っぽいですね。うん、スピードのコントロールがここでできますよということが書いてあります。さあ、そして下の方を見ると、いろいろなロイヤルトークン、あ、なるほど、これがロイヤルトークンなんですね。で、これがカレントヒーローって書いてありますので、こういうのが見れる。そしてここの家のマークだと全部の情報がある程度見れますよということか。そして日付を進めないといけないということで、2のホットキーを押すと進み始めますよ。あ、進み始めたな。さあ、そしてビルド&インベントリーはここにあるキーか、4のキーを押すと出ますよということが書いてあります。さあ、ビルドメニューを開いてハンマーアイコンを選びましょうと。そして最小5、床が一番少なくても5ということで、5以上で9個の壁とドアを持った建物を建てましょうということですね。まずなんだこれ、土地とかも全く選んでないんですけど、洞窟があるな。さあ、そしてこっちの方にもありますね。
どこがいいんだろう。あと大きいとそれだけタックス税金がかかりますよと言われていますので、あんまり大きいところじゃなくてもいいのかな。こういうので看板で見るのかな。あ、そうかそうか、最初はお金はかからないのか。なるほど、最初の1個はタダでもらえるみたいですね。まあ一番最初に登場したところの、場所をもらっていきましょうか。ここかな、ここちょっと広くて良さそうですね。よし、バイフリーというのでこれを買いましょう。さあ買ったら、あ、そうだ、とりあえずここに、作らないといけないんですね。どれで、これで作ればいいのか。コンストラクション、ウッドフロア、ストーン、ストーンフロア、こっちもストーンタイルフロアか。そしてダイヤモンドタイルフロアってなってますね。ちょっとダイヤモンドタイル、豪華そうなので、これを立てていこう。まずは5フロア以上かな。これどうなんだろう。どこに立てていいのかがわからない。まずど真ん中でいいかな。難しいところですね。隅っこから立てて、後でなんか増設するのに場所必要だよって言われても困るので、とりあえずここの真ん中ら辺に立てておこうかな。これで、作っていくと、その前にちょっとメッセージ読まなくて大丈夫かな。さあ、これでいいのかな。インキーパー。ワークショップのインキーパー。まずは建物をやっぱ建てないといけないんですね。Q と E で回転できると。そしてシフトを押しながらやると、複数か、同じように建てれると。どうなんだろうな。6マスでいいのかな。もうちょっと建てておきましょうか。9マスにしておきましょうか。よし、これで9マス。で、壁ですよね。まず扉。これなんだろう。片一方しか柱がないけどな。他は、他にもいろいろな、やつあるんですね。こっちの赤いやつの方が豪華そうかな。これだと柱の区別がなくていいですね。で、両サイド、これで OK。あ、お金かかるのか。85。窓は85なんですね。あ、扉のところは100なんだ。そして普通の壁がちょっと安いとなってるということで、ちょっとお金の方見てなかったですが、まあいいか。そしてこちらシフトを押しながら立てると、ここは窓を後で入れていきましょう。あ、これやばい、裏と表があった、裏と表ありましたね。これどうやってキャンセルするんだろう。いやー、ちょっとわからないぞ。さあ、これでどうしよう、ちょっとわかりませんが、ちょっと立てていきたいと思います。さあ、デリートキーで消すことができましたね。とりあえず、これが9マスかける、あ、3×3 の9マスの宿屋ができました。そしたら次にですね、メニューのワークステーションからインキーパーを選ぶ。ワークステーション、インキーパー、これか。これを選びましょうということで、どこら辺に建てればいいんだろう。部屋のドンと奥でいいのかな。それとも、入ってヒーローが来るのかな。冒険者が入ってこんなもんかな、受付。よし、これで OK。そして、次に、あ、左側になんかタスクみたいなの出ましたね。ご覧の通り、要件が与えられてます。それらがなければ、建物はあなたの街全体の評判、訪問者の指揮、店のアップグレードに影響を与えるのを提供できません。これを修正する方法を教えましょうと。いうことで、宿屋の主人の要件を満たすにはクエストボードが必要ですが、配置するための要件を満たしていませんと。これを回避するには別のお店を建てますと。クエストボードを建てるには別の要件が必要なのかな。新しいロット、できれば安いロットを探して購入し、新しいワークステーションを構築してくださいと。ポーチって書いてあるから、あれかな、アジアさんかなんかですかね。とりあえず今はできないということで、次のお店、ここでいいか。近くなので、ここを購入しましょう。で、おそらく、あ、なるほど。これらを購入しろということなのかな。まずは、どうしよう。9マス分、こっちの黒っぽいやつの方がいいかな。これも少し4マス分開けて立てましょうか。よいしょ。あ、そうだ。シフト押しながらだと、連続で立てれると。これもちょっと 3×3 ぐらいで立てておきましょうか。よし。
よいしょと、こんな感じですね。ではこちらの方もちょっと立てていきます。さあ今回はちょっと、入り口の方を真ん中じゃないところにしてみました。さあこれで OK ですね。そしてここにはリクエストメントなので、このブラックスミスにするためのものが必要ですよということですね。ワークステーションのこれか、これを置く。あ、置けない、置けない、置けない。え、どうしよう、これ。置くことができませんね。これ、外なのかな？これ、赤色。え、これ、置ける？さあ、こっちの外側になんとか置くことができました。外側にちょっと入り口作ればよかったですね。まあ、いや、とりあえず、これを作った。まだあるのか。まだ何かを置かないといけない。カウンターかな？こちら、あ、カウンターをちょっと置いてみましょうか。よし、こちらも受付をちょっと奥の方にしよう、こいつは。よし。これでどう？あ、ここに書いてあるな。あと、ストックパイル。ストックパイルを置くと。なるほど。ここに書いてありましたね。これでブラックスミスが出来上がった。ということで、次の方に行きましょう。インキーパーのボタンを押すと。そうするとファストトラベルができますよということが書いてありますね。さあ、インキーパー、これか、光ってますね。さあ、ここのところを押す。あ、そしてこれを作っていかないといけないのか。オーブン。まずはオーブンですね。これ遠くでいいかな。隅っこに置いておこう。そしてストックパイル。これも端っこに置いておく。そしてクエストボード。クエストボードはどれだ？これか。クエストボードを置くと。どっちなんだろう？どっち側が前とかがわかりませんが、あ、こいつも外側に置かないといけないのかな？どうだろう？邪魔だから、角っこの方に置いとくか。ちょっと待ってよ。入り口がここなので、こちら側にちょっと置いときましょうか。まあ、いらなかったら後でまた場所を変えたりもしていきましょう。よし、これで OK。さあ、これで、インキーパーができましたね。クエストがアンロックされたと。ウェポンマスターアンロックってなんだ？ウェポンマスター。さあ、こう次はどうだ？素晴らしいと。私たちは今、誰が来てもお金を使ってポケットを埋める作業、ピットストップを持っていますと。まあ、みんなが来るようになったよということかな。宿屋の承認をクリックして、ショップの詳細パネルを開きますと。宿屋の、これか、インキーパーのやつを開いて、ショップの、パネルですね。下部にショップの品質バーがあるよということで、これかな。ここら辺のがとりあえずショップのアクオリリティがありますので、こちらですね。で、これがアップグレードするといいよという感じなのか。さあ、そして次はですね、装飾とアップグレードに多くない役割を果たしますと。印を拡大し、将来の顧客のために少なくとも2つのテーブルといくつかの椅子を用意してくださいと言っていますね。さあ、とりあえず用意しないといけない。これかな？こっちの方ではない。どれだろう？ワークショップに入ってる？入ってない。とりあえずテーブルをちょっと置いてみましょう。インテリア。さあ、とりあえずここに机2つと椅子を置いてみました。そしたらですね、次、インキーパーのカウンターをクリックして、オープンしてメニューを開いて、10個の食べ物を作ってくださいと。あ、クラフトフードですね。この人が調理も全部してくれるんだ。いや、1ということで、これは何？これはジュース。HP を 5%、MP を 10%。こっちは逆だ。リンゴだと HP の方を回復してくれるんですね。これを何個作ればいいんだろう。とりあえず3個かな。3個作る感じかな。このケーキはなんだ？ケーキは H、あ、こっちの方がめちゃくちゃ HP 回復するな。そしてバランスいいのはこっちですね。これも3つちょっと作っておくか。HP もガンガン作れよということで、これは4つと。こんな感じでいいかな。ジュースもちょっと作っておきましょうか。さあ、これで OK。あ、経験値もあると。なるほど。名前も変えれるし、
選べばいいってことですね。ここらも何かいけるのか、エクストラかなんかなのかな、調味料追加トッピング新鮮な素材ということで、こういうのも入れれるみたいですね。これでひょっとしたらクオリティが高いのが作れたりするのかもしれません。さあとりあえず10個作ったよ。はい、そして次にですね、アイテムリソースが必要です。ほとんどは集めるのはクエストでヒーローを送る必要がありますと。彼らのためにクエストをいくつか用意しましょうということで、インキーパーのカウントでクエストボード、クエストを3つ、ファーミングオア&マイニング、ギャザークエストをの食べ物を、9から13の CR ってなんだろう、これブラウンランクとかなのかな、わかりませんが、とりあえずこれを作りましょうということですね。あ、リスクスライダーとかもあるよというのが書いてあります。これがクエストの内容ですね。最終目的なのか、そのまま行くやつなのかという感じです。敵を倒したりするやつなのかということですよね。で、これが何を取ってくるかかなんかかな。で、オブジェクトタイプとか、ナレッジ、そしてロケーション、あ、ボスクエストとかも選べますよと。で、これがディフィカルティで難しさですね。そのクエストの難しさを表してるみたいですね。で、まあ、こちらが CR が出るという感じで、で、クエストのこれ、報奨金かなんかかな。さあ、こちらの方で、まずは食べ物を選べって言ってたので、食べ物、スカベージング、ファーミング&マイニング、これだな。これでディフィカルティが 3% つきましたね。あ、なるほど。こっちの右にすると、こちらのクエストの方が難しくなる。これは9から13のところでやれって言ってましたね。うん、これで OK。で、これのクエストを3つ発注すればいいのかな。誰か来ましたね。扉が開いちゃった。さあ、これで OK。お、なんか誰か来た。誰か来て、むっちゃ話してる。これ誰？まあ、いいか。とりあえず、あ、60ゴールドは誰か払ってくれてますね。そして、リソースは取ってきてもらう以外にも、こういうキノコとかは、クリックすれば取れますよ。これが4種類ぐらいはありますから、覚えておいてください。ということですね。他はなんだ？ウェポンマスター。さあ、こちらの方は、おそらくウェポンマスターが到着する可能性がありますと。彼らは、フェロニア中を旅して新しいなんか、ところに来てるよということですね。ウェポンマスターをクリックしてオープンメニューと、トレインクラスというのがありますね。今はの、あ、これ入れないといけないのか。チークニュークラスということで、クラスを入れる。で、これを選んでいけばいいのかな。これは、強さをやるか、器用さかなんかかな。そしてこれが防御力とか、これは魔法関係なんですかね。こちらの方でお金を払うか、そしてこれは食べ物を払うかとかいうのがありますね。まあ、今回は強さでいいでしょう。ウェポンの種類か。どうしよう。弓は選べない。今回選べるのはダガーか、ワンハンドソード、ツーハンドソードですね。あ、ワンハンドソードでとりあえず。あ、なるほど。ここにもあるけど、選べるのは一つの項目だけなんですね。あ、そうか、そういうことか。このチケットみたいなやつが必要だよということで、今回はタダだけど、選べませんよということなのか。お金にもかからない。プラスネームが必要ということなのかな。ファイターにしときましょうか。そしてクラスバッジ。どんな感じがいいのかな。いろいろありますね。あ、なんかこれがいいな。これちょっとバイキング的な感じで、ファイター系ですよね。よし、これで OK。さあ、これで1個いけました。なんかもらえたぞ。緑色の宝石がもらえたということで、これでいいのかな。もう一個作るには、あ、2枚必要。これで作れないんだね。もう作ることができません。さあ、これでグレイトって言っていいですね。
このままメッセージは飛ばす。次が必要かな。これオレンジ色がありますので、経験豊富なヒーローは信頼できるサプライヤーがすでにいるため、ほとんどの場合経験の浅いヒーローが町に到着する可能性があります。したがってこれらを開始するためにいくつかの新しい武器を製作しましょうと。ブラックスミス、鍛冶屋に行ってクラフトメニュー、あ、これか。これをやってクラフトメニューを出して、アイテムタイプを選んで、先ほどのクラスの武器を3から5ぐらいペレと言ってるのかな。さあ、これがアイテムタイプですね。さあ、こちらが、なんだ、ワンハンドソードか。さっき選んだのがワンハンドソードですよね。で、ここがあるのはブレード。今、剣か関係で、センターボタンは作業中の作品を変更しますと。で、矢印とかを選ぶよということで、これ名前はランダムでいけるよと。こちらの方はなんだ？アイテムの外観もランダム化。全部ランダム化もできますよ。ティアがあって色も選べますよと。これが必要な材料だよということですね。ブレード、あ、なるほど。これでブレードが選べるのか。先っぽがでっかいやつとか、まっすぐなやつとか。まあ、ここら辺が適当でいいってことですよね。これをとりあえず3つ、700にかかりますが、これを作っていく。さあ、ダメージ18、17。あ、だ、マジックとかなんかオプションがついてるな。そういうことか。なんかつくんですね。もう2つぐらい作りましょうか。3から5なので問題はないでしょう。えい。さあ、ああ、いっぱいついた、いっぱいついた。よしよし。あ、ダメージ29。めちゃくちゃいいのできたぞ。よし、これで OK。さあ、これで OK ですよね。クエストの方が終わりました。さあ、そしたら次にですね、少なくとも1つの高品質のアイテムを作成しましたと。運が味方しなくても心配しないでくださいと。経験の浅いヒーローは品質にこだわりませんよと言っていますね。さあ、ギアが期待に沿わなかった場合は後で販売したり、町を訪れる商人と交換してできますと。さあ、英雄たちが世間が今、通り過ぎるだけの彼らでないことで、定期的な訪問者にサービスを提供すると。旅館にいくつかのアップグレードを構築してくださいと。で、ビーハイブ、これか、蜂の巣ですね。メニューのアップグレードからできますよということなので、これを宿屋の方に設置する。なんか人いるな。なんか人いますね。アップグレードから、あ、これか。これだす。これだ。ビーハイブ。これはどこに設置？外か。外に配置できますね。どうしよう、これ。隅っこの方に置いとけばいいかな。奥の隅っこにしようか。蜂さんが来そうな場所に設置する。食べ物10取られましたね。で、これで OK ですね。さあ、そして新しい訪問者をクリックして、その訪問者に関する詳細を取得できますと。キャラクターシートではクラスのアイコン、そして重要な現在の CR で表せるヒーローを確認できますよと。さあ、戻ってきたヒーローに最も役立つ食事と宿屋で回復してくださいと。 CR に一致するクエストを常に用意してくださいと。あなたが彼らの街をどう思うか知ることもできますよということですね。あ、なんか出てきたぞ。右上の方に何か出てきましたね。猛烈な冒険の準備が整いました。このヒーローマネージャーで、押してヒーローの経歴と詳細な統計を追跡することを忘れないでくださいと。これがこの人か。ファイターって、これ自分がつけたクラスの人の名前なのかな。この人が来ましたよということで、この、どの人？この人か。この人が今体力を回復してるとということですね。で、5番を押すと色を追跡できるのかな。あ、見ることができると。で、カメラアイコンを押すと追従できるかなんかなんですかね。さあ、そしてなんだ、税金は毎日払わないといけませんよということで、とりあえずちょっと待って、この人を、あ、カメラマークある。カメラマークあるから、これの人を追求しても CR が9だぞ。あ、9から13だから大丈夫なのかな。
HP が回復した。さあそしてレベルは1と。でなんだ、アクセサリーの方は何も持ってない。ゴールドは1881持ってますよということが書いてありますね。これは武器屋さんに行くんだな。武器屋さんに行って先ほど自分が作ったあれか、一番いい武器を購入するぞということなんですかね。よし、そいつをくれよって言って下からえい。よし、これで装備が可能。どの剣を買ったのかは分かりませんね。よしよし。でこの人が多分クエストを受けていくんですね。3人とりあえずこの棒、あ、これで CR が12になった。これ強さなのか、ヒーローの強さなんですね。でこの人はどこに行くんだ、もう一回寝るのかな。さあ宿屋に戻る。そしてどうするんだ。さあ宿屋の人、あ、どっか後ろに回り込んだぞ。さあ何をするんだ、食べ物を食べたりするのかな。他には特に、あ、ジュースを飲んだぞ。おそらくジュースですよね、これ、これか。さあこれで10もらえたよと言っています。 MP の方は、あ、なんかガハハハって聞こえてますね。さあお金結構減ったな、この人も。でどうなる、次はどうするんでしょう。さあ動き出しましたね。この人がとりあえず、なんだろう、険しい、あ、やっぱクエストボードいった、いったいった。クエストボードの紙を取ってきましたね。で見てる。そしてあの洞窟に行くのかな。さあちょっと見ていきましょう。ちょっと早送りして速度を上げ、え、池を見てるぞ。クエスト行くんじゃないの、クエストに行くのかな。さあとりあえず早送りで見ていきましょうか。食べ物取ってきてくれるやつに行くと思います。さあ出発の街、あ、洞窟っぽいの行くぞ行く。あー、なるほど、みんな冒険者ここに行くんか。みんな冒険者ここの洞窟に探検しに行ってくれるんですね。さあこれで入った、探検の中は追従できないんですね。はい、という感じなんですね。ということでこれを3人するのかな。ジョインユアヒーローってなってますので、これを3人していくっぽいです。さあそしてここに新しい人が出てきてますね。さっきの人とは違う人なんですが、こちらの方は何か、サムザトレーダーと呼んでくださいと言っています。まあなんかちょっと話をしていく承認的な感じなのかな。とりあえずここを入れていきましょうか。まあまあ、あ、そして女の人も出てきたな。次はなんかあの立地の話をしてるな。そしてアタックも、顧客をより引きつけるためにはあなたの街評判を集めますという話をしてますね。よし、消えちゃったな。さあということでちょっとこれ食べ物とかも作りつつですね、ヒーローの方を3人集めたいと思います。よいしょ。さあちょっと食べ物なくなってきましたからね、補充しておきましょう。よし、 OK。 さあこんな感じでですね、自分でヒーローのための街を作って、まあクエストでお願いして資材を取ってきてもらったりとかして、いろいろ街を賑やかにしていくというゲームですね。一応こちらの方はまだできるのかな。デモ版の方はひょっとしたらこのネクストフェスの時しかできないかもしれませんが、動画の概要欄の方に UR 貼っておきますので、興味がある方はぜひプレイしてみてください。それでは今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。皆様ありがとうございました。you